カブレラツーランホームラン。6回の裏、オリックスがさらに2点を追加しました。今日はカブレラ初回に打点1、この回打点2、3打点の活躍。オリックスが6回にカブレラツーランホームランで2点を追加して4対0としています。投げたピッチャーあかんでしょうね、はい、うん、この球です。あ、完全にホームランボールですね。そうですね、だからあのインコースよりの、ね、ボール球でも手出してきてるんですよね、はい、それはやはりあのボール気味に投げるのが普通だと思うんですけどね、